暴言をそのまんま受け止めないこと、実は心のゴミ出しって、自分の中に心の生ゴミがあるわけで、そのまま放っとくとですね、その生ゴミや腐った生ゴミや自分がその匂いを嗅がなきゃいけない。だからそこの、なんか言えば言うほど家族全体がその生ゴミの匂いを嗅がなきゃいけない。一番近くにいる人がその家の中に生ゴミあるんだ。その生ゴミをちゃんとゴミ捨て場に捨てればいいわけ。そしてきれいに磨きをかけたきれいな家に住む。きれいな家っていうのは自分の心の中だと思ってる。きれいな家に毎日住むことができる。その、ね、生ゴミを持ったまま、どっかに仕事をする、持ったままね、結婚するとかだったら、一番愛するはずの人にその匂いを当てなきゃならない。それをきれいに、生ゴミっていうのはこれだと思ってる。例えの話で、それをね、きれいにすれば運命が変わるわけ。家族も全部変わる。未来、そのまんま行ったら未来は例えばとんでもない病気になるかもしれない。それを未然に防ぐことができる。太陽ですね。太陽がですね、太陽の下に黒い雲と白い雲がある。黒い雲ってのは今そういういろんなことを暴れてるところで、それがまもなくザーッと降る。その時にカラッと晴れる。もう空にこの雲がなくなる。白い雲っていうのは自分が何かを知ってるという、問題ないと思ってる人、問題あると思ってる人と問題ないと思ってる人、どっちが晴れやすいか。問題ある方が黒い雲、問題ないと思ってるのは白い雲。でも両方とも太陽じゃないわけ。まもなく黒い雲のいろんな問題があった方が晴れやすい。